ポリタンクとは、ポリエチレン製のタンクのこと。略称ポリカン。飲料水や灯油などの液体を入れて、運搬、保存するための容器として使われる。その大まかな形状は1930年代中期からドイツで開発され、第二次世界大戦期以降、軍用に広く使われた、金属製の燃料蛍光管の形態を、簡略に踏襲したものである。 縦型ポリタンク側面の X 型の凹みは、ジェリカンにおける強度確保と変形許容のために加えられたプレス加工の名残である。一般的には、ブロー成形によって生産される日本のポリタンク。容量は赤いタンクが10リットル、青いタンクが18リットル。青い18リットルタンクの形状は、ジェリカンの影響が強い日本の家庭では、裸火による 灯油ストーブが普及していることから、灯油を運搬、保存するための容器として広く認知されている。食品や飲料、洗剤や各種薬品の容器としても用いられるが、主に業務用であり、一般には馴染みが薄い。紫外線による内容物の劣化を防ぐために、白、赤、青、緑など不透明に着色されている。 容器の素材は高密度ポリエチレンが使われている。製造業者や販売ルートにより赤と青に大別される。日本で販売されているタンクの容量は、釈管法の歴史から約1トンに相当する18リットルのものが一般的である。この容量は、ポリタンクが一般に普及する以前の1970年代までは1トンによる灯油の販売が一般的であったためだが、 最近では20リットルのものも市販されている。認証制度灯油用のポリタンクには、日本ポリエチレンブロ製品工業会が、JIS 規格をパスしたものについて、灯油管推奨認定ラベルを重付している。一時、海外製の粗悪なポリタンクが流通したために、業界が灯油管に対する JIS 規格の策定を政府に申請し、i s Z1710 が策定された。 現在では多くの自治体において認証製品の使用が推奨となっている。変色やカビの繁殖などを外部から確認しやすいことや燃料、薬品用のポリタンクと区別するため白色としているものが多い。用途によっては食品衛生法が適用されるため食品衛生法に基づく検査を受けている製品が多い。灰色がよく使われている。容器の素材は 耐薬品性に優れる高密度ポリエチレンが使用される。木、大々色がよく使われている。容量は数十リットルから数百リットルのものがある。主に農業用の貯水タンク、薬品、液体の保管、運搬、工事現場での貯水に使われている。アメリカ製の樹脂製、ガソリンタイク容量はリットル単位の他ガロン単位のものも多く流通している。 内容物を劣化させないために白や青色に着色されていることが一般的である。陶器の日本海沿岸にはハングル表記のあるポリタンクが大量に漂着ゴミとして押し寄せる。ポリタンクには過酸化水素の表記があるものの中身は別の酸性またはアルカリ性物質に詰め替えられていることもあり危険である。環境省の調べでは 日本海沿岸へのポリタンクの漂着状況は、平成24年度は5547個、平成26年度は14465個となっている。小玉樹脂工業株式会社、ありがとうございます。